久保新は、日本の男性フィギュアスケート選手。北海道出身。明治大学政治経済学部卒。第1回全日本選手権の優勝者である。札幌商工会議所会頭を務めた、久保平太郎の三男として、札幌に生まれる。札幌商業学校時代の1923年、日本スケート会主催のフィギュアスケート選手権に出場。明治大学に入学し、 1926年から1930年まで日本学生表情競技選手権で4大会連続2位となる。同大会の1928年から1930年までの優勝者は金子ゆきであった。1929年のフィギュアスケート選手権では金子を抑えて優勝する。同年日本スケート連盟が発足し、同連盟の主催で、 翌1930年1月に開催された第1回全日本フィギュアスケート選手権では、規定では4位だったが、得意の自由で首位の金子を逆転、第1回の全日本王者となった。独学でスケートをはじめ、欧米のレベルにあるのは自由演技での久保田と当時の新聞で評価された。大学卒業後は帰郷して、競技からも離れる。 1932年のレイクプラシットオリンピックの候補にも選ばれたが辞退している。戦後は北海道スケート連盟の会長を務めた。1954年スピードスケート世界選手権の札幌での開催を実現させた。1991年6月29日、急性肺炎のため87歳で死去。劇作家の久保久氏は実刑。 画家の久保守るは実定。ありがとうございます。